第117回竹井てりこチャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日は昨日からの引き続いて第17作男はつらいよ夕焼け小焼け後編を語らせていただきます。マドンナは大地キワ子演じる、ボタンという芸者の役をやっております。話は昨日の続き。無銭飲食のおじいさんを不憫に思い、トラ屋で面倒を見てやるトラジロ、そのおじいさんがなんと日本を代表する画家池内青函、描いた絵を古本屋に持っていくとなんと7万円で買い取ってくれた。これからはこの絵を描いてもらっては売って、トラ屋で裕福な暮らしができるぞと喜んでたトラジロ。しかしもう池内青函はトラ屋にはいない。それでトラ屋の面々と大喧嘩、家を飛び出し再び旅に出たトラジロ。ある日旅先で播州辰野の出身ということで招待されている、なんと青函先生と虎次郎がそこでばったりと会う。そこで音もして飲めや歌えの大騒ぎ。お座敷に来た芸者ボタン、これがマドンナでございます、大地キワ子さん。そのボタンと虎次郎は意気投合。旅の最後東京へ帰るとき、青函虎次郎、虎さんまた来てね。ああ、今度来た時は初対を持とうな、ボタン。ほんと、嘘でも嬉しいわ。そして、しばまた虎屋に帰ってきた虎次郎だが、辰野での贅沢暮らしが頭から離れない、ふぬけになった虎次郎。虎ちゃん、おから美味しくできたからね、たくさん食べてね。へえ、おからってのはウサギの餌じゃなかったの。まあ、ひどい。あんたが好きだからって一生懸命作ったのに。ごめんごめん、知らないうちに贅沢が身についちまったよ。はっ、ここは辰野じゃなかったか。ここは柴又の虎屋だよ。はっ、柴又の貧しい団子屋じゃおからだってごちそうだよな。はぁ、しかし辰野じゃな。ほらまた始まったよ。夕飯前に一風呂浴びる。ノリの効いた浴衣姿で座敷に座り、食前には瀬戸内海の新鮮な魚の息作りだよね。小鉢の向こう漬け、蓋のもの、碗のもの、この辺に茶碗蒸しが出たり出なかったり、酒は灘の木一本だね。品のいい中年の女性が、先生、今晩どないしやります？もうバカ騒ぎは飽きたね。2、3人呼んでもらおうか。はい、承知しました。襖がスッと開いて、年の頃だったら27、8、綺麗な芸者、三つ指をついてちょっとしゃがれ声で、こんにちは。ああ、ボタン、お前なんかあったね、めっぽうき。おい、今誰かなんか言ったかい？トラさん、ボタン、トラさん、ボタン何してんだ。よかった、せっかく来てもおらんかったらどないしよう思って。俺はちゃんといるよ。ところでお前なんだ今日は。ご挨拶やわ。私と初代持つって約束してないの。そうか、そんなことコロッと忘れてたよ。他に好きな人でもできたやろ、この白状もいてててて。ちょっとおい、何ポケットしてんだよ。こっち来て挨拶しねえか。俺が深く言い交わした中のボタンだよ。あ、お邪魔 しました。あ、ボタンです、どうぞよろしゅう。おう、さくら、いつか話した、あ、ボタンだよ。あ、いやいやわ、トラさん、一人もんやなんて言って嘘ばっかり言って、こんな可愛らしい奥さんいてはるやないの。いや、違う違う、これは俺の妹の。またそんなこと言うてごまかして。いや、本当だよ。あ、ひろし、ひろし、ちょっとボタン。兄さん、まさか冗談じゃないでしょうね。何が？この方と初対持つというのは。冗談だよ。なんだよ、おめえら。ね、おめえらもなんだよ。もう、てめえらもう、とっとと働け、この職工。そして、虎屋で晩餐、親を早くに亡くし、妹、弟を養うために若くから芸者を始めたボタン。幾日か虎屋でわらじを脱ぐことに。ある日、トラ屋に帰ってきたボタン。はぁ、
ただいま。あ、おかえりなさい。おお、おかえり。どこ行ってたんだ。人んとこよ。ははは、冗談前ね。今日はな、虎屋でもってみんなで盛大に盛り上がろうちゅうことになっちゃったんだよな。さあ、上がんなよ。あ、すいません。どうしたの？疲れたような顔して。もう一日中あちこち歩き回って、ちょっとしんどうて。あちこちってどこ行ってたんだ？ん？お金のこと。なんだおめえ。困ってんだったら早く言えよ。いくらだ？200万円。え？200万円？そんなに借りてどうすんの？いや、借りるんやないの。人に貸して。2年ほど前にな、儲け話がある言うて、お客さんに言われてつい返してしもうたら、それっきりになってしもうて。その人が東京にいるのが分かって、少しでも返してもらおう思ってやってきたんよ。で、その人に会えたの？全然会えなかった。あ、すいません。ちょっと電話をお借りします。な、な、さくら。お前200万円で見たことある？あるわけないでしょ。200万円でさ、なんか富士山の高さまで行っちゃうのかな。いや、兄さん、こんなもんでしょ。お前200万見たことあるの？ないですよ。見たことないのになんでわからない。しー、あの、もしもし、もしもし、紀藤さんのお宅ですか？は、あの、紀藤さんですか？私、あの、辰野のボタンです。お久しぶりです。へえ、私今東京に来てますの。え、私ね、今日上野の店行ったんよ。なんかゴルフに行ってなさるとかで、ずっと待ってました。で、明日ね、どないしても会いたいんですけど。あのね、もしもし、あなたね、そう言うけど私だって暇な体やないんですよ。相変わらず芸者して稼いでるんですよ。嘘や嘘、あんた嘘言うて私を騙して一文なしが。なんで、もしもし、もしもし、ごめんなさい。大きい声出してしぼて。悪い人だの？うん。私みたいな目に遭った人たくさんおるんよ。幽霊会社作って大勢の人からお金集めてね、自分の会社倒産させてドローンしたわけ。私青やから会社が潰れて貧乏してるんやったら仕方がない思ってたけど、全然そうやないの。今日行ったとこかて、上野の大きいキャバレーやし、その他にもバーとか中華料理店持ってて、そいでて会社が潰れたから一文なし言うの。そんなアホな話ってある？そんなことで泣き寝入りできると思う？あ、ごめんなさい。トマさん、パッと飲もう、パッと。よし、俺は行ってくる。どこ行くの？決まってるじゃねえか、そいつのところよ。行ってどうすんの？簡単だよ。横っ面二つ三つぶっ飛ばしてやら、畜生。それいかん。そんなことしちゃいかん。じゃあどうしたらいいんだよ。兄さん、とにかく座ってください。落ち着いてください。いいですか？敵は相当したたかですよ。引っ張たたいたりしたら相手の思うツボですよ。じゃあ警察に突き出そうじゃねえか。出るとこ出て法に持ってさばいてもらおうじゃねえか。そうすればポタのところに200万ポーンと返ってくれや。ちょっと待ってくださいよ。そう簡単にはいかないんですよ。どうして簡単にいかねえんだよ。いいか、若い芸者が血の滲むような思いで貯めた金を騙し取りやがって、てめえはでかい家に住んでた、ゴルフかなんかやりやがって、それでも金は返さない。こんな筋の通らない話があるか。法律ってもんがあるか。その法律ってもんが、その法律ってもんがくせもんでね、トラさんは素人だから何もわからないだろうけどさ。なあなあトラ、お前の気持ちはようわかる。しかしな、これ銭金の問題だ。ここは一つな、そういうことに慣れてる誰かに。あ、社長、お前がいい。そうだ、社長がいい。社長に頼もう。な、さくら。そして、ボタンと社長が話をしに行ったのだが、相手も相当したたかで、この会社、潰れたんですよ。ええ、僕のものは何もない。うん。騙された方が悪いんじゃないかな。出るとこ、出るなら、あ、どうぞ。と言われて、二人とも虎屋に帰ってきた。トラさん、ごめん。だから言ったじゃねえか。てめえに任せたらこういうことになると思ったんだ、畜生。俺を殴って気が済むなら殴ってくれよ。ああ、殴ってやろうじゃねえか。トラさん、やめて。お願い。大体な、てめえがあんちゃんのこと行くなって止めるからこういうことになるんだよ。なんでこんなに役立たずやったんだ。じゃあ、自分が言ったらなんとかなったっていうの？お兄ちゃん本気で社長さんより役に立つ人間だと思ってんの？俺だって、
どれだけあいつをぶん殴りたかったかわかんねえよ。すいません。皆さんにご迷惑かけてしもうて。一体どうなってんだ、二人で行って。つまりな、あの人の店もマンションも車もみんな、奥さんや兄弟の名義になってて、裁判に持ち込んでもダメらしいの。どうしたの、お兄ちゃん。いいか、さくら。明日の朝ここに刑事が来て、車虎次郎はあんたの兄さんかいと尋ねられたら、そしたらおめえは、確かにそういう兄はいましたが、8年前にきっぱりと縁を切りました。今は兄でもなければ妹でもありません。そう言うんだぞ。そうしねえと、あの三男が犯罪に乗りになってしまうからな。いいな。お兄ちゃん、何のことかさっぱりわからないわ。おいちゃん、おばちゃん、長い間世話になったな。おりゃ、行くぜ。どこ行くんだい。決まってるじゃねえか。ボタンをひどみえに合わせた男のところだよ。やろう、二度と表へ歩けねえようにしてやる。裁判所が向こうの方持つんだったら、俺が代わりにやっつけてやる。ボタン、きっと仇は取ってやるからな。あばよ。と、行き先も聞かないで飛び出した虎次郎。おいおい、あいつ、行き先も聞かないで、どこへ行くんだ。すぐにまた戻ってくるからね、ボタンさん。行き先も聞かずに飛び出した虎次郎、一旦虎屋に帰ってきたが、あ、そうだ。絵描きの池内誠館先生ところに行こうと思いつき、バスに乗って行った虎次郎。よう、しばらくだな。よう、ママ、上がれ。俺はここでいいや。あの、先生、一つ頼みがあんだけど聞いてくれるかな。なんだい。絵描いてくんないかな、絵。それも、こないだみたいなんじゃなくて、こういうでっかい紙に色使ったりしてさ。あの、丁寧に描いてさ。っていうことはさ、この間、立つのに行った時に、あの、ボタンという芸者いたろう、先生。忘れちゃったかな。こいつがね、大事に貯めた金がさ、悪い奴に騙し取られてさ、困っちゃってね、なんとか助けてやりたいなと思ったけど、俺には何にもしてやれねえもんな。それで先生に一発絵描いてもらって、これ叩き打っちゃおう。この前ちょろちょろと描いただけで7万円だからね。今度はでっかい紙で持ってよう。丁寧に描くんだから、こりゃあ高く売れるよ。俺はそれをボタンに持たせて返してやりてえんだ。なあ先生、ちょろちょろと描いてくれよ。な、俺ここでちょっと待ってるから。そいつはできないよ。気の毒だ。そんなこと言うなよ先生。俺も最初から無理な頼みだと分かってお願いに来たんだからさ。先生ちょっと一つ頼むよ。困ったな。つまりね、僕が絵を描くということは、これは僕の仕事なんだ。金を貸すみたいなことじゃない。そんな固いこと言わねえでよ。いやいや、そういうわけにはいかないよ。だから金がいるんだったら言いなさい。少しは何とかするよ。そういうわけにはいかねえよ。だって俺、ゆすりたかりじゃねえんだからさ、現金で受け取るわけにはいかないでしょ。ねえ、頼む、ちょろちょろっと描いてよ。あのね、君ね、絵描きが絵を描くってのは真剣勝負だ。ちょちょって描けるか。な、うち来た時はちょろちょろって描いてたじゃねえか。右か左に7万円だよ。いい商売だなと思ったよ。絵を売って金稼いでなんで悪いんだ。高い金で売っ払うからこんなどでかい屋敷で住めるんだろう。売っ払うとはなんだ。僕は一遍だって自分の絵を売っ払ったことないよ。いいか、僕は絵が描かないのか。断る。結構だよ。結構毛だらけ、猫灰だらけだよ。これだけは言っとくけどな、初めて上野の焼き鳥屋で会った時にこんな大金持ちだとは思ってなかったよ。なあ、身寄り頼りのねえ宿なしのじいさんだと思って、かわいそうだと思って俺のうちに連れてってやったんじゃねえか。もしあのまま気に入ってずっといてってんなら、多少迷惑は辛抱してでも1ヶ月でも2ヶ月でも止めてやってもいいと思ったんだ。本当にそう思ったんだ。それはなんだよ、働き者の芸者が大事に貯めた金騙し取られて悲しい思いしてるってのに、てめえこれっぽっちも同情してねえじゃねえか。てめえみてえなやつな、こっちから付き合いをお断りだい。二度とてめえの面なんか見たかねえや。邪魔したな、あばよ。吐き捨てて飛び出した虎次郎、そして
ボタンも立つのに帰り、虎次郎もそのまままた旅に出ようと上野に桜にカバンを持ってきてもらう虎次郎。お兄ちゃん、おう、桜はこんな遅く悪かったな。ボタンさんくれぐれもよろしく言ってたわよ。今頃汽車の中か。泊まってくように散々進めたんだけど、どうしても今日中に帰るって。明日から仕事なんだって。芸者家業も楽じゃねえな。ねえ、一体どこ行ってたの？どこ行ってたっていいじゃねえか。どうせろくなところじゃねえや。さあ、汽車の時間だ。うちの門にもよろしく言っといてくれよな。三つ子にな、先生のことよく聞いて勉強するんだぞって言うんだぞ。今度いつ帰るの？そうだな、お天道様にでも聞いてくれや。お兄ちゃん、ボタンさんがね。ボタンがどうした？好きなんじゃないかな、お兄ちゃんのこと。お前な、そんな顔して冗談言うんじゃないぞ。あばよ。でもね、お兄ちゃん、旅に出た虎次郎、再び辰野に訪れてボタンに会いに行った虎次郎。よう、虎さんやないの？なんで？決まってるじゃねえかよ。お前さんと初対持つためにやってきたんだよ。ちょっとちょっと、虎さん来た。おー、なんだ、いいから来て来て。いや、なんなんだよ、いいから来て。見て、わかる？聖寛先生の絵をついこの間送ってきてくれたんよ。私びっくりしてしもて。それで手紙にはな、辰野でいろいろお世話になったから君にあげると、それしか書いてへんのよ。でね、市長さんにこの絵見せたの。そしたら市長さんもびっくりしちゃって、200万円出すからこの絵売ってくれって言わはったよ。けど私譲らへん。絶対譲らへん。1000万積まれても譲らへん。一生宝物にするんや。けどなんで？ボタン、ちょっと来い。ないない、いいから、ちょっと来い、ちょっと来い。ボタン、東京の空はどっちや？東京の空はどっちだ？あっちじゃない。そうか、こっちか。先生、勘弁してくれよ。俺がいつか言ったことは悪かった。水に流してくれ。この通りだ。先生、ありがとう。本当にありがとう。第17作、男はつらいよ、夕焼け小焼けでした。よかったら見てください。それじゃあ、チャンネル登録、ツイッターフォロー、メールメッセージお待ちしております。高評価、いいねお願いします。